けたかな。あ、いけたいけた。オッケー。あ、じゃあ低いね。ね、ちょっと高い。はい、あ、はい。はい、うん。うまい。めっちゃやばい。やばい。やばいね。福場さんやばい。これから休憩したらこの何？これすごいですね。はい。を書きまやります。これ成功じゃないよ。感動感動。今のこの辺？ここクラッチしたらさ。ああ、あれか。私は地区大仏を書いたんですけど、思ったより迫力が出て、周りのグラデーションも綺麗になったので良かったと思います。一番奥の春の茨城の春をイメージしたものは偕楽園の梅と、海浜公園のネモフィラを、イメージして、で2つ目の夏は筑波山と、あと土浦の花火大会とその周りの景色をイメージしました。で3つ目は、牛子の大仏を真ん中にドンと描いて、で周りは茨城はすごい綺麗な紅葉の景色もあるので、その紅葉とあと特産物を大きく描きました。それで4つ目の冬は、袋田の滝とその梅とあと特産物であるあんこを大きく描きました。3月に笠間高校さんと一緒に絵を描いて乾かしてそのままずっと撮っておいたものが今日このように組木に組み立てられてすごい迫力があるなと思いました。ですごい自分でもびっくりしたので会場に来る皆さんにはもっと驚いてもらいたいです。まあ、いっても、ここまで。